そしたらですね、今3曲演奏したんですけどね、20代の田中君と、30代の、西村さんっていう若い、比較的若い方なんですけど、最後にやる曲は、私より年上の方の墨出正則さんっていうですね、方がいらっしゃるんですけど、大阪のね、ギタリストなんですけど、先日はちょっとライブを吹田の方で見て痛く感動した曲がありましたので、ちょっとそれをコピーして演奏してみたいなと思います。サマーゼントっていう曲です。今日はありがとうございました。